こんにちは。待ってました。最近アディダスばっか買ってたんですけど、今日はとりあえずアトモスです。最近アトモスばっかりだね。4足連続ぐらいアトモスじゃないか。下手すりゃもっと、いや、連続で言ったらそうか。いや、アトモスの抽選が当たるというか、アディダスの抽選が当たるというかだったな。地獄。今回は久しぶりのナイキの赤箱でーす。いっちゃいましょう。されてからね、だいぶ経ったんですけど、ようやく発売ということで購入しちゃいました。で、今回ね、スニーカース、アトモス、キス、アンディ4箇所で抽選を申し込んでね、アトモスしか当たりませんでした。スニーカーズとかいろんなところで在庫残ってるんで、2足来たらもうガンガンに履いてやろうかなと思ったんですけど、1足でした。はい、ということで、今回せっかくアトモスで当選したんで、アトモスのホームページ見てみてんですけど、伝説的カラーである米メシガン大学の彼力をまとったターミネーターロー OG が登場。 OG なんですね。レトロじゃない、そこ大事なんですよね。多分1985年に発売された7色のオリジナルのカラーのうちの1色からインスピレーションを得たこのモデルは、ミッドソールはホワイトで、ヒール上にはビッグなナイキロゴを配置し、バーシティスタイルを演出。2セットのシューレースはルックを切り替えることができますよと。はい。まあ、ミシガンですね。言わずもがな。今季とか、既婚とか、まあ今季ですかね、大体。言われるモデル。もう本当に紺と黄色。この2色。ミッドソールだけ白。って感じですね。もうね、本当にね、最近ね、スニーカーのね、ここバッシュあるあるなのかがね、ここ大好きなんですよね。はい。で、ネイビーはね、マットだから、ダンクのミシガンで、ね、持ってないんでね、比較ができないんですけど、マットな子でね、革はね、ダンクとかよりはね、いい感じなんじゃないかな。もうこんちょっと渋感あるね。渋感のあるイエロー。これ明るく映ってるな。もうちょっとね、オレンジがかった色なんですけど、綺麗な黄色に映っちゃってるね。どうやって変えたらいいんだろう。無理。あとね、ここね、縫いっていうの、これ好きなんですよね。はい、で、さっきちょっと映したけど、ネギのビッグロ。このね、ここがね、クイッて上がってるの、これが面白いですよね。ダンクとかにはないようなイメージ。ビッグロゴがあって、反対側も変わらずかなって感じです。なんかね、ここのイメージがね、なんかこんな感じだったっけっていう見栄えで、アウトソールはコンで、もう一般的なターミネーターのアウトソール、こんな感じだったかな、ちょっと記憶定かじゃないですけど、ではないかなと思います。で、シューターンはね、やっぱりね、このちょっと太めの数字ですね。これかわいいよね。よいしょ、ここにあるんだと。ソールはね、もうね、紺にね、ナイキとスーシュ、シンプル。
最近アディダスばっか見てるから青かなと思ったけど、そうだね、ナイキだからね、違う色だよね、それで、シュータンがね、ちょっとふかふかし、ちょっと、うん、そんなに正直特筆するところはないかなっていう気はします。よし、なんだこれ、汚ね、糊かな、擦ったら落ちるけど、まあまあまあ、アウトソールだしね、気にしないでおきますよ。右足も特に変わらないですね。なんかビックロがいい、なんか間延びしてるように見えた、気のせいかな。なんかちょっとシューレースのホールがさ、ここまであるの、なんかちょっとこう使うのかな、ちょっと後で軽く履いてみたいと思います。で、貝紐がこれイエロー、まあここの色とかかな、こっちよりはまあ買わないか、まあ私はネイビーで履こうと思ってます、これに関しては。よいしょ、え、気のせいか。インソールも特に変わんないかな。あ、剥がれやすいと思ってた、した。あんまり、中の方が。皆さん取るときはドライヤーで温めて取りましょう、うん、変わんないね。ただね、うっすら映ってると思うんだけどね、この線何なんだろうね、これ、製造工程でつくのかな、ちょっと気になるかも。まあ別に履くとき見えないし、そういうので、そういう意味では気になるんだけど、まあ中の面の部分がふわふわしてしまった。あー、なんかポチってなってる。あ、取ったら白くなっちゃいそうな気がするので取りません。ナイキクオリティ取れないし、まあこれぐらいだったらね、使い、なんていうの、綺麗にするやつ使えば取れると思うんで大丈夫。今ちょっとお試しで足通してみたんですけど、これいつも買ってる 27.55こうだよね、うん、27.5 なんですけど、気持ちね、ここがね、細く感じたんですよね。個体差っていうようなものではないと思うんですけど、あれって、まあ、履けるインソールももちろん純正のやつ入れた状態で今やったんですけど、ちょっと細いかな、ちょっとね、だから厚手の靴下とかはね、きついかもしれない、なんでもしかしたらハーフ上げてもいいのかな。いや、ここ以外は気にならないんで、まあ、ちょっと今ちょっと気持ち厚手な靴下でやっちゃったんであれなんですけど、まあちょっと余裕欲しい人はハーフ上げて履いてもいいかもしれない、サイズ感です。ということで、最後持ってるものがあったら比較しようということで、本当はAJ5 のミシガンもあるんですけど、 AJ5 はね、根気って感じじゃなくてほぼ黄色なんで、今回は持ってこないです。見てみるとね、色味的にはもう素材がスエードと革だから全然違うんですけど、シューレース違うね。なんて言うんだろうね、色味がちょっとね違うね。ターミネーターの方濃いかな、太さはちょっと違うのかな、気のせいか、材質が違うね。なんかこっちターミネーター面 100% って感じ、シューレースも違うんだろう。貝紐も気持ちターミネーターの方が薄い、
ですね。まああのブレザーも持ってるっていう人はなかなかいないのかな。ブレザーってあの比較的なんか少ないイメージではあるんですけど、黄色もそうね、やっぱりちょっとオレンジがかってるブレザーの方雰囲気がありますね。他で比較できないのが残念ぐらいかな。他だって比較するところないもんな。シューレースとかの色はちょっと違うかな。まあ色味も全体的にちょっと薄め、明るめっていうとちょっと違うのかなっていう気がしますけど、ターミネーターはそんな感じな気がしました。このシューレースの止め方嫌いじゃない、あれかな、予算削減かな。なんかエージオンだと箱に入ってたりとか、あとはなんかタンクとかだとちっちゃい なんていうのジップロックみたいに入れられてくるんですけど、ターミネーターはこれなんですね、不思議。ということで今回はターミネーターロー OG のミシガンの紹介させていただきました。あの定価 15,400円で、在庫もまだね一次流通で残ってますし、二次流通でも気持ち安く買えるかもしれないんですけど、まあ、1000円いくかどうかぐらい、それだったら一次流通の方がいいんじゃないかなっていう気が私はしますが、あの色合いはもうバッチリ、今ちょっとスニーカーブーム特にね落ち着いてきているがゆえに残ってるっていう感じはするので、今の間に買っといてはいいんではないでしょうか。私もちょっと安く買えそうだったらもう一足欲しい、一足となりました。ということで今回のご紹介は以上とさせていただきます。高評価、チャンネル登録、あとツイッター等も、まあツイッターちょっと頻度低いんですけど、ぜひ見ていただけたらと思います。以上になります。ご視聴ありがとうございました。バイバーイ。